試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、久しぶりのライブ配信です。皆さん聞こえてますか？チャットもぜひいろいろと、コメントをください。お願いします。あ、ハートもくださってる、ありがとうございます。まだコメントをくださってないですね。はい、聞こえてないのかな。聞こえてますよね。皆さん静かに待ってらっしゃる感じで、今入ったか。今皆さんに通知が渡ったようです。はい、改めまして、はい、お久しぶりです。ダメ、音が入っちゃった。はい、はい、はい、皆さん、イネス昨日発売されましたけれどもね、食事にライブができなくてごめんなさい。はい、ちょっと1日遅れになりましたけれども、なんか結構ね、あの話によると、あのオンラインサロンのメンバーの奈良でも売ってない、長野でも売ってないというような話を聞きましたが、はい、皆さんいかがですか。で、私のところにもね、あの、LINE のアカウントの方には質問いただいてて、実際着れないんで教えてほしいというようなことでね、返答もさせていただいたんですけれども、はい、まあ、皆さんちょっとね、集まれる、もうだいぶ75名集まられてるんですけど、もう少し集まられる前に、ね、あの皆さんにあのアトリエヌズさんと五十嵐のコラボの商品を、まさに即日売り切れるという商品もあったりとかしました。ありがとうございます。で、一部の方にはね、お伝えしてたんですけれども、もう、はい、再販も決定いたしました。トップスとね、ワイドパンツの本も売り切れたんですけれども、再販されますし、それからメッシュカーディガンに関しても、はい、再販されることになりました。だけで、こちらのね、いつの時もご覧ください。はい、今お話ししてました、こちらのね、オーバーカラートップスとこの上下が売り切れていましたけれども再販が決定しました。はい、白の方もね、なかなか飛ぶように売れていて本当にありがとうございます。それからこのね、配色メッシュカーディガンは両色両色、このグレーとライトピンクも両方とも売り切れということだったんですが、こちらも再販が決定しました。ありがとうございます。はい、そんな感じでじゃあ、本題に入りましょうか。はい、では、はい、イネスさんをご覧いただきたいと思います。はい、もうね、泣いても笑っても叫んでも地団が踏んでも、はい、これがラストコレクションとなってしまいました。もう本当に私ね、今回、はい、買い占めたいと話もしましたけれども、はい、こちらご覧ください。 1,2,3,4,5,6,7&8 点購入しました。皆さん何点購入されましたでしょうか。私はでも8点も購入してしまったということなんですけれども、はい、35,920円、はい、購入してしまいました。もうでもね、あのもうコレクションにしたいと思います。マルニのもうそうだったんですけどね、マルニも私のコレクションになって、あの飾ってあるような状態でございまして、はい、半分趣味なんじゃないかっていうね、はい、どんだけ存在すれば気が済むんだっていうような状態です。はい、ご覧いただきまして、もうね、言った通りのものと、ちょっと違ったなっていうような、皆さん私これね購入するつもりなかったとしてたんですけど、はい、じっくりゆっくり皆さんとお話をしていきたいと思います。チャットがね全然私の方に反映されないんですけど、今回ああよかった、見えてた。はい、福郎さんこんにちは、こんにちは。はい、ふつけさん聞こえますよ、よかった、ありがとうございます。ひとみさん、はい、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、あゆいさんこんにちは、久々にライブ参加です。私ありがとうございます。私も久々にライブあの前はね、ハワイのあのインスタライブをさせていただいて、本当はね、昨日ね、インスタライブしようかなと思ったんですけど、ね、このように画質が綺麗な方がいいかなっていうふうに思いまして、皆さん、はい、今日はゆっくりご覧いただきたいと思います。あ、もう350人近くいらしていただいてありがとうございます。きのこさん入れました。おめでとうございます。ありがとうございます。黒さん、楽しみにしてました。ありがとうございます。りんごさん、こんにちは。
ジラスさん、こんにちは。待ってました。ベルト買われたんですね。レビューです。はい、買いました。ありがとうございます。はい、オリエンさん、こんにちは。はい。アイラブボストン、アメリカ、ボストンから楽しみにしてました。ありがとうございます。はい。オーリさんって言うんでしたっけ？あれですよね。銀座でばったり声かけてくださった方ですよね。こんにちは。はい。ミリミリさん、こんにちは。上田さとみさん、こんにちは。はい。のこさん、のこさん、こんにちは。お久しぶりです。こんにちは。はい。朝さん、初めて参加します。昨日、朝一で2点購入しました。はい。ありがとうございます。皆さん、続々と、はい、購入されてますね。はい。ひろみさん。はい、ひろみさんはパチパチパチありがとうございます。はい、はい、ヨッシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。ナサさん、先生、皆様、こんにちは。ライブ待ってました。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、記念会ですか？はい、記念会みたいな、もう本当、さっき言いましたけどね、趣味みたいな感じになってまして、はい、趣味にこんだけ参戦するのかってぐらいの状態でございます。はい、だってもう、次も、ね、メタブルワンダーソンも来ますし、なんだかなっていう感じではございますが、はい、ワンピース買おうか悩んでます。はい、ワンピース買ってません。はい、その理由も後ほどお伝えしたいと思います。はい、アイリさん、21点購入？メルトとか買ってません。21点、すごい！すごい、いくらになったんだろう。10万近いんじゃないですか、もう10万ぐらいいってるかな。はい。はい、アメリカから初めてライブ参加です。ありがとうございます。アイラブボストンさん、いいですね。はい。今、ボストンもちょうど桜咲いてる頃ですかね。はい。はい。ヨシキさん、今のところ4点です。ケネチョコピー、チョコパイさん、こんにちは。楽しみにしてました。ありがとうございます。はい。マユキさん、こんにちは。初めてコメントさせていただきます。いつも先生の動画やライブ楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。はい。皆さん、ストレートのスカートやっぱり買います。やっぱりこれご覧になりました。もう私もね、デビューの時もお伝えしたんですけれどもね、もう私も高校生の時にリセンドに憧れて作ったスカートの形にすごく似てるんです。いやいや、素人の私がそうなってくれてもいいのかもしれませんけど。はい、先生覚えていただいて嬉しいです。オーリーさんですね。はい、ありがとうございます。はい、ひとみさん、ひろみさんでしたね。失礼しました。ひろみさん、に大拍手、パチパチ、ありがとうございます。はい、先生のご意見を持ってアメリカで購入予定です。はい、アイラブボストンさん、はい、それではね、もう300名超えて400名ぐらいになりましたので、はい、ちょっとね、まずはサイトを一緒に見ていきたいと思います。21点購入された方が 何を買われたんでしょうね。はい、まずね、ちょっとご覧ください。はい、あ、何、商品一覧の方がいいのかな。ルックブックを見せてもらったんですが、こちらですね。はい、まずね、私こちらを見た時、ちょっと素材がペラッとしてるのかなと思ったんですが、しっかりしてて、麻と綿も入ってるんですよ。なので、まず、これは買いだと思ったので、はい、しっかりしてるものなので購入しました。そしてね、私が買おうと思っていたこちらのフリルの、ね、ブラウス、フリルのブラウスは、私もともと顔が、ベース型と丸顔の、ミックスであって、ちょっとベース型エラがちゃんと張ってる、ちゃんとっていうのおかしいですけど、エラが張ってるタイプの人って割とね、こういうフリルのものとか本来、ね、めちゃくちゃ似合わないタイプなの で一瞬ふっと見て、うん、ちょっとやめました、ごめんなさい。はい、その代わりに、はい、こちらもね、ダンガリー、ピータックのダンガリーを購入してます。なぜこちらにしたかというのも、後ほどね、ご覧いただきたいと思います。お話しさせていただきたいと思います。そして、こちらのニットをね、多分マルチボーダー買われた方も多いと思いますが、はい、私はこちらのピータックブラウスの、このね、花柄というか、ノスタルジックな感じの方を購入しました。これね、子供っぽい柄かなと思いきや、実際にめちゃくちゃ爽やかだったんですよ。で、なんか売り切れっていうのも聞いたんですけれども、多分ね、お店の方に行かれると、そばにね、さっきの話して奈良とか、長野とか売ってなかったなんていう話も聞きましたけれど、ちょっとね、おばじっ
てると、もしかすると店舗の方にはこう少しずつ降りてくるのかなというような気がするんですけど、先生を待ってたらなくなっちゃったじゃないのよって言われてはいけないんで、ちょっと何とも言えないんですけれど、ごめんなさい。はい、はい、ルックブックもう少し見ましょう。はい、で私ね、ルックブックの通りの格好を、購入したんですけど、持ってないかな。はい、ワンピースね、悩まれてるっていう方いらっしゃいました。私、購入する、絶対購入すると思ってたんですけれど、軽くて、実際に、全部朝だったんだっけな、朝の麺だったと思うんですよ。はい、ちょっと読みましょう。はい、こちらのね、ニットリブワンピースなんですけれども、はい、こちらですね。オレンジもいい、オレンジもいいけど、ね、ジャケットを買ったら、本を、ジャケットの下に本のワンピースっていうことで考えてたんですね。で、そうだ、綿 100% なんですよ。で、綿 100% なので、皆さんね、お気をつけいただきたいのは、成長するワンピースだと思ってくださいよ。長くなる。ね、ワンピースだということをぜひ覚えておいていただきたいのと、同じ素材のこちらのニットを購入したんですね、私、リブ、ね。これも、確か、綿 100% なんですよ、こちらも。はい、綿 100% なので、綿 100% のものっていうのは伸びやすいこともありますので、気をつけていただきたいです。このままずっと、かけておくとちょっと成長していくので、お気をつけいただきたいのと、別に伸びるから私が購入したかったのではなくて、もう一度ちょっとこちらのサイトの方をご覧いただきたいんですけれど、とっても軽くてね、良いんですよ。ただ、残念ながら私が買わなかった理由の一つがね、この裾の部分、はい、裾のここの部分、わかります？ひらひらっとしてるところの、私の裾の感じがね、ちょっと、もしかすると安く見えちゃうのかなとか、490円でお安く見えるっていうのがちょっと思ったんですけど、あえて、体のね、ラインを見せないように下に少し広げてるんですね、増して、目を増してるわけなんですよ。で、目を増して 3D だから、裾の始末の状態がこう、リブの関係でね、伸びていくんですよ。そうすると、ひらひらひらってなって、ちょっと、そのところがもったいないなっていうのがあったので、正直言って私は購入しなかったんですけれども、でもね、すごくこの襟の感じも素敵だし、ジャケットととにかくね、合わせていただきたいと思います。子供屋さんで、ね、ジャケットを買われた方は黒を選ばれるといいし、もし、この私も購入しましたけれども、イネスさんで紺のジャケットを買われたら、紺ね、紺ネイビーを購入したらいいなと思いますし、オレンジとこのジャケットもすごく素敵でした。はい。というわけでね、はい、次に行きたいと思いますが、ご意見何か、購入された方いらっしゃる、購入したのに、はい。あゆいさん、10万はいってないです。色違いの、嵐で、ちょっと買いすぎた。でもね、買いたくなる気持ち分かります。皆さんに、昼3時ぐらいかな、4時ぐらいだったかな、皆さんに、コミュニティと、それから LINE 公式アカウントのメールをね、いつもは店員の方に、こんにちは、こんにちは、向こうもこんにちはって言われたら、こんにちはって言いますけれど、特に話しかけられないと、私、何もさらっと言って、さらっと帰ってきたんですけれど、覚えてくださってる方はね、いつもありがとうございますとかっておっしゃってくださるんですが。まず髪の毛をバッサリカットされている方がいらっしゃったんですね。あ、髪の毛切ったのねなんて言って、あ、よくわかりましたねなんて言って、もうヌーっていうのがもう本当に本当に現場で伝わったんだろうなっていうぐらい本当にルンでした。はい、ごめんなさい、私の話じゃなくて商品の話しろですよね。はい、はい、完売ピンタックグラスが見えてる。完売だったんだ。全部完売だったの。チェックして、全部？お花のだけかな、お花柄のだけかしらね。ちょっと見てみましょう。ルック
グブックじゃなくて、よいしょ。よし。どこ行った？ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。目が、ちょっと、ね、怒られますよね。失礼しました。あれ？いなくなってるし。え、私が通り過ぎただけ？通り過ぎただけ。ブラウス。あれ？ピンタクリップブラウスはこの色でしょ？いない？いない？なんでいないの？え、いないですよね。え？消えてるの？なんと、え、どれも教えてください。販売ではないみたいです。ありがとうございます。販売では、非表示になります。そうなんだ。そうだ。皆さんお詳しい。失礼します。先生の話を聞いてください。で購入したいと思っております。はい、ありがとうございます。商品ページもなくなってるんですよね。本当よ、びっくり。すごい。はい、花柄のワンピース、生地感どうですか？確認しますか？ごめんなさい、ラップワンピースね、私ね、私はちょっと正直にそそられなかったんですよね。これでしょ？ワンピースのページね、これね。うん、可愛いと思います。可愛いと思いますが、ちょっとデニム風なのかな？デニム風で、それはそれで素敵だと思います。で、体のね、体型も拾わないし、ただ、そんなに、まあ、中身はすごいするって感じではないですね。5,990円。はい。イネスの、ね、話をしてるなんですけれども、ワンピースであれば、私は、もしかすると、JW アンダーソンさんのワンピースの方がもしかしたらいいかなと思いました。でもし、でもやっぱりイネスでっていう場合は、私も前、お話ししましたけど、このね、ダンガリーシャツと、それからこのギャザーパートを、セットにしてワンピース風っていうのがね、すごい素敵だと思います。意外とね、子供っぽくないんですよ。ちょっとね、ここまで来たらね、やっぱり力をお見せしたいと思います。はい、私が購入したのは、ベルト、今しているベルトを含めて8点ですけれども、はい、まずね、こちら、ニットカーディガンです。はい、こちらなんですけれども、はい、さっきね、一番最初にお伝えしたように、柔らかくて薄いんだなと思ったんですけど、柔らかいのがないんです。張り感があるんですよ。しっかり張ってくれるから頼りない感じじゃないんです。ね、素材が、ポリエステルが、65%、20% が綿の厚さが 15% なんですね。で、私は L サイズを買いました。はい、2,990円。これで2,990円は絶対買いです。ですね、前だけが白になってて、グリーン、いいじゃない。前で言うと襟が白になってて、ブルーの、ね、このスカートを合わせようかなと思ってから、ちょっとね、こちらの方がね、ペパーミントグリーンのような、黄身の強いブルーだったので、ちょっとこちらのストライプも、ギャザースカートと合わなかったので、こちらにしました。こちらとこちらの方が私ってね、昨日ね、購入したものを撮影するっていうものをもうしましたので、ちょっと待っててくださいね。リブのね、この感覚がすごいいいのと、リブってすごく難しくて、本当はね、もう少し太い方が高みは高いんだけど、これ自体は本当にね、素材がいいので、でまだ物を触ってらっしゃるぐらいだったら、購入された方が私はいいなと思ってます。本当にしっかりしてて、かといってごわっとしてるわけではなくって、体のラインもそんなに拾わないです。でも、なるべく小さいのよりも、の方がいいと思います。それから、それだけなんかもね、すごく長すぎず、短すぎずっていうところでいいと思います。あ、そうだね、私ね、ちょっと待って、私ね、今ね、実はね、かなり派手なピンクなんですけど、この、なんでこのピンクを着てるかっていうと、これ、覚えてらっしゃるんですか？多分2022年の、イネスカーなんですよね。で、なんでピンクを着てるかっていうと、昨日もこのセーター、私は実際に着てたんですけど、桜のおたげっていうね、ちょっと企業のパーティーに出てまして、上にね、ドピンク、マゼンタピンクのジャケットを着て、これを中に着て着てたんですけれども、でもやっぱり今日もこのセーターを見せたいと思って、かなり派手に
にしてみました。はい、元に戻る。はい、そしてね、こちらのブルー。はい、こちらもいい感じなんですよね。はい、これはね、先ほどもお伝えしましたけど、コットン 100%。コットン 100% の方が、はい、ニットがより、凹凸があります。こちらももちろん凹凸あるんですけども、なんて言ったらいいんだろう。肉を引くわけじゃないんですね。体型を引くわけじゃないんですけども、ちょっと大きめを買わないと、こちらは下着のラインと体のちょっとこう、なんかボコッとした感じに見えがちになってしまうかねないんですけど、こちらのものに関しては全く拾わないです。なんでかというと、ちゃんと考えてて、少しここに、調整がされてるんですね。まっすぐ、こういう感じでまっすぐではなくて、目の調整がきれいにされています。3D だからっていうのもあるんでしょうけれども、なかなかこれはね、きれいです。だから、ワンピースも同じように 3D で作ってるから、上の部分はめちゃくちゃきれいだと思います。だから、本当はね、ワンピースの裾の、始末の仕方が、こういう感じで、ね、始末されてたら、すごくよかった。こういう感じ、どういう感じかっていう。しますね、こういうね、はい、きれいな始末をされているんですけれど、始末と言わないですね、縫い始めという、編み始めがすごくきれいなので、こういう裾だったら本当に良かったのかなというふうには思いました。ただね、ワンピースの、胸のところもすごくきれいだし、この部分のあたりがすごく上品な感じがします。本当に裾だけ気をつけていただきたいなって感じがしました。もしかすると、下にね、少しね、チュールスカートみたいなのをなんかこうかぶせて、ね、裾を目立たなくさせるっていうのも一つ手なのかもしれません。はい。こちらは、なく、私のサイズはね、L サイズを購入しました。3990円です。はい。69番のレンジを購入してます。はい。私のボディガードは、もうこれにもう楽でしたね。これに合わせた感じで、もうね、リセーヌ的な感じにしたかったっていうのがありました。はい。よいしょ。はい、そして次にもう売り切れてしまったっていうことなんですけど、私ね、最初これをね、見たときに、サイトで拝見したときにはね、これ絶対買いと思ったの。で、店舗で見たときに、ちょっと一瞬、どうだろう、子供っぽいんじゃないかな、ノスタルジックで子供っぽいんじゃないかなと思ったんですけれど、来たらすごく爽やかだったんですよ。でもう売り切れちゃったものを言うなよっていうふうに言われるかもしれないんですけど、多分もしかしたらね、後から出てくるかもしれないので、ちょっとチェックされた方がいいかなというふうに思います。はい。私は購入したのは L サイズです。ピンタックプリントブラウス01番オフホワイト、コットン 100%。かなりね、透け感のあるものですね。透け感のあるものなので、まあ、中に着るものっていうか、下着はちょっと気をつけた方がいいような気がします。最近ね、インナーに黒いものを着る方いらっしゃるんですね。で、いいんですよ。それはそれで黒いものを着て、透け感のあるものだったらいいんだけれど、中途半端に透けてるものの中に黒を着てしまうと、ちょっとね、イメージが違う場合があったりとかするので、まあ、これだったらね、紺とか、でもいいとは思うんですけれども、下にちゃんと紺のパンツを履いていただくとか、デニムを履いていただくっていう風にならない限り、インナーは紺にしない方がいいと思います。はい。最近ね、結構ね、私はそんなことしないわよっていう方もいらっしゃるけれども、反面、中に結構黒い T シャツを着て、こういう透け感の、ちょっとだけ透け感のあるものを着てらっしゃる方ってね、意外といたりとかするので、お伝えしました。はい、次。こちらもね、同じくピンタックブラウスです。ダンガリーピンタックブラウス。はい。はい。何番 ?68 番のブルー、コットン 100%、L サイズ3990円です。私ね、これちょっと L サイズ買って失敗したかなとか一瞬思ったんです。なんでかっていうと、肩にね、これ、まあ、こちらもギャザーついてますけれども、こちらの素材の方が薄手なんですね。で、こちらは、綿 100% ですけど、ダンガリーなんで、ちょっと張りがあるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、少し肩の感じがね、張ってる感じになるので、肩幅があるっていう人は、ちょっとサイズを下げた方がいいと思います。これ十分、ギャザーが入ってますので、小さめ M サイズ、通常 L だとしても M にするとか S にするんでも OK だと思います。で、袖のボリュームも結構しっかりありますので、
例えばね、ギュッと私なんかこう託し上げてふわっとさせたりとかするんですけど、はい、で前がね全部空いてるタイプじゃなくって、このようにねここまでね4つボタンがあるんですけど、だいぶボタンを開けていただいた方が大人っぽい着こなしになりますので、あとはねもうこの中に私は入れてこのスカートと合わせたりっていうことを昨日コーディネートしてました。はい、なのでちょっとねサイズ私はもう、イネスさんは、一サイズ上にするっていうふうにいつも決めてるんですけど、これに関してはね、今回割とね、袖の長さもしっかりあるので、もしかすると通常ご自身が買われるサイズで十分だと思います。はい。そして、はい、一個飛ばしましょう。はい、こちらのスカートですね。はい、ギャザースカートです。これね、中にね、ペチコートがついてるんです。全部ペチコートがね、別売りで、別売りじゃなくて別に、今、確かにセットしてますけれども、袋の中に入っていて、はい、このくるむボタンも可愛いし、はい、ちょっとね、私 L サイズ、長さが欲しかったので L サイズにしましたが、結構ね、ウエスト割と緩めです。ゴムなんですが、このところに紐がついてるので、紐でね、結んでコントロールすることも可能です。ギュッと縛ることも可能です。で、長さが欲しいのっていう方が、確かコメントでいらっしゃったと思うんですけど、結構長いです。着丈はどれくらいだったっけかな。まあ、ご覧いただければわかると思うんですけれど、着丈がね、ギャザースカート。はい。レインコットンギャザースカート。これの着丈が、よいしょ。着丈書いてない。着丈書いてないんでしたっけ。ね、長さ測ってみましょうか。よいしょ。失礼。あれ？いない。いなくなってる。いない。消えてる。メジャーが消えた。ごめんなさい。ごめんなさい。メジャーがなんで消えてるんだろう。はい。私が、ちなみに履くと、あ、そう、昨日履いたからもう一つ、これ L サイズを購入したんですけど、L サイズを購入して、足首が、15センチぐらい、足首から15センチぐらいのところに、ちょうど位置するようなスカートでした。私身長171センチなので、割と長いと思っていただけたら結構です。長さ何か聞こえなくなった？聞こえなくなったの？あ、ハウリングしてる？大丈夫ですか？治ってます？はい、ありがとうございます。どこまで行きましたっけ？戻った。はい。ピンタックのダンガリー、やよらんさん、ピンタックのダンガリー買いました。ベルトも白黒、日本購入です。先生がどんな風にこなされてるのか楽しみです。ありがとうございます。わ、すごい、もう何 ?660 人ぐらいいらしてくださって、ありがとうございます。はい、久しぶりの、ライブ配信です。はい。声が途切れたりしてます。はい。もう治ったんですよね。はい。時々、はい、時々宇宙人です、みたいな感じ。はい、失礼しました。ありがとうございます。すいません、失礼しました。はい。落ち着きました。はい、ピンタックブラウスの解説ありがとうございます、ひろみさん。はい、サイズ表によると、L は69センチ。ありがとうございます。69センチ。はい、結構長いですよね。だってパンツ丈で70、ね、位置とかだと結構長いパターンだったりとかしますもんね。はい、ペチコートの長さ69がペチコートの長さ、はい、ってことはもっと長いってことですよね。ちょっと私やっぱり持ってこようかな。ちょっと一瞬待っててくださいね。どこに聞いたんだろう、誰が移動したんだろう。ちょっと違う、いつも使ってるメジャーじゃないけど、違うメジャーを持ってきました。お、長い。85センチあります、85センチ。L サイズで85センチなので、結構長いです。
なので、ちょっと丈を長くしたいから L 買おうとか大きめ買おうではなくて M でも十分だと思います。あのウエストがね割と本当に緩いのでそこら辺は、はい、履きやすいんですよ。あのちゃんとここからねそんなにあのギャザーもすごく、取りすぎてないので、体の腰が張ってる感じにならないと思います。はい、そしてあそうそうそう、ね、コンポジションをお伝えしないといけないね。コンポジションが、はい、リネンコットンギャザースカート、60番のライトブルー、朝が 55%、綿が 45% ということでございます。はい、本当に、ね、これねこれからの季節ぴったりです。ちゃんとポケットもついてます両サイド。はい、これからの季節本当に汗も吸ってくれるしすごくいいと思います。また明後日ねちょっとこの独特のねクタッとしたになってくるとあのシワッとしてクタッとなってくるとまたいい味出してくるんですよね。はい、いかがでしょう。87、あ違います、87、へえ87なんだ。今85だったんですけどね。はい、ちょっと、はい、ピンタクブラス買いました。なおさん、いつも S か M で悩むのですがこちら S にしました。そう、肩が膨らんで大きく見えました。そうなんですよ。だからね私はねこれちょっと今悩んでます。 M にしようかな、もしあったら M に変えようかなっていうふうに思ってます。昨日来たらねでもあのまあ L でも大丈夫かなっていうふうな感じがあったんで、まあ、ぜひ今度着てるところをねご覧いただきたいなと思います。あゆいさん、薄手のチェックのフリルシャツもジャストサイズに近い方が良いですか。品切れが怖くて XL をオンラインで買ったものの後で店で試着したら大きめで交換しようかと。そうですね、薄手のチェックのフリルシャツも基本的にこのこれと同じ素材だと思うんですよ。でこれと同じ素材一応ねちょっとチェックしてみましょうか。どこ行っちゃった？これね、フリルチェックじゃなくて薄手のチェック。あれ？もしかしてこれ売れてる？チェックのブラウス。ピンタックブラウスの話？どっち？薄手のチェックのフリルブラウス、こっちよね、フリルブラウス、これよね。これね、これも、これはね、多分ね、小さいと肩がね、詰まった感じになると思います。もともと私、イネスのシルクのものも去年一番最初に購入してコットンのも購入してるんですけども全体的にねこのタイプはジャストサイズで着るものなのでフリルチェックブラウスに関してはご自身のサイズに合うものを購入された方がいいと思います。このねカジュアルのピンタックのものに関して言うとちょっと大きめでもラフに着れるんですけれどもこのダンガリーだったりフリルのチェックブラウスに関してはジャストサイズ型で購入していただきたいと思います。こちらはねちょっとまたタイプが違うので、フリルサイズフリルチェックブラウスに関してはビジネスライフに着るとか、かしこまった場所に着ていくようなタイプのシャツブラウスなので、はい、きちんと丈じゃなくてサイズをぴったりと、小さめでもなく大きめでもなくジャストサイズでお召しいただくことをお勧めします。はい、はい、早くカオル様の、毒がちょっと いなくなっちゃった。はい、カバーオールお買い上げされていらっしゃらないようですが、そこには何が？ね、私、可愛いと思いました。で、お知らせにも書いてあったように、カメラマンさんが、メンズなんですけれど、カメラマンさんが購入して、大きいサイズを購入したらもう全部ほとんどその場でなくなってたっていう、はい。30分とか1時間でパッとなくなってたって話を聞きましたのでもう早速私も見に行って可愛かったんですよ。で着てみたんですけど私には似合わなかったっていうただそれだけなんです。はい、ただ単に似合わなかったんです。私
顔の周りにこれぐらいだったらいいんですけど、これぐらいだったらいいんですけど、デニムが顔のそばに来るのが、似合わないんですね。はい。多分、マットな素材がそんなに不得意なタイプなんだろうなっていう気がします。はい。で、もう一つね、さっきね、質問、LINE 公式アカウントの方にゆうこさん。ゆうこさんご覧いただいてますか？はい。リラックスパーカーどうですか？オフホワイト気になってますって言って、私ね、取り込んでくるの忘れちゃったんだけれど、ちょっと一瞬私の顔に変えていただいていいですか？写真を私送ってて、写真をチェック見せ、可愛いです。結論を言うとめちゃくちゃ可愛いです。すごく可愛かったです。丈感も良かったし、やっぱりイネスっぽくって、リラックスパーカーは、あと、ベーカーパンツと同じ素材なので、上下お揃いにして着るっていう、セットアップにして着るっていうのもすごくいいです。あれですね、オフホワイト私も着ました。ちょっと、こちら、私ね、メールをチェックしますね。メールをチェックして、メールに送ってるんですよ、昨日。すいません、救急車が窓開けっぱなしだった。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、こちら、こちらどうですか、見えます？はい、こういう感じです。でね、もう一つちょっといいですか？これね、横ね。はい、こんな感じです。で、これ下、ベーカーパンツ履いてます。はい、ベーカーパンツで、これ横に向いてる感じですけれど、はい。可愛いんですよ。このね、丈感がめちゃくちゃいいんです。はい、ちょっとね、携帯、スマホが邪魔かもしれませんけれど、この感じ。はい。で、ベーカーパンツ買わなかった理由は、で、素材もすごくいいんですよ。張り感があって、シャカシャカしてる感じで、ナイロンが入ってるからね。これからの季節、雨なんかが降ったりとかするときに、レインパーカーみたいな感じに着てもいいと思います。このリラックスパーカー。で、私も、ゆうこさんと同様、オフホワイトが絶対可愛いと思いました。オフホワイトすごくいいです。ちょっとグレッシュな感じの白で、ちょっとクールな感じにね、着こなせるので、スポーツものってちょっとだけクールに見えないときがあったりとかするんですよ。だけれども、あれはね、なかなかクールに着こなせると思います。丈感がめちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ可愛いです。これ横だ、両方とも、これだ、はい、こちらね、正面と横です。はい、こんな感じで可愛いと思いません？はい、ありがとうございました。はい、よいしょ。はい、こどん、そんなカオル様が可愛らしいって何を私やりました？ピーポーピーポー窓を閉め忘れ、ごめんなさい。コットンリネンジャケットライトグレーを考えているんですが、着こなし難しいでしょうか？コットンリネンジャケットライトグレー、いや、ね、あれも素敵でした。私ね、ちょっと話また元に戻しますね。こちら、はい、私コットンリネンジャケットの紺を購入しました。これ紺を購入した理由はなんですけど、私はね、紺とブルーだったら紺の方が似合うんですね。顔に入るんです。で、このライトグレーに関しては、ちょっとだけちょっとデニムのような雰囲気がね、ちょっと感じられて、さっきもお伝えしたように顔のそばにデニムっぽいものが来るのが私が苦手っていうのがあって、あえて紺にしました。それからね、もう一つ、私紺のコットン、全くコットンのジャケットを持ってるんですけども、本当に10年以上選手なので、そろそろちょっと紺欲しいな、しかも上下で欲しいなと思ったので、まあ、パンツとセットにして購入したんですけれど、はい、前レビューでもお伝えしたように、はい、こちらのね、袖の内側のこの裏地のこのね、ストライプと、それからこの縫い合わせているここのね、ところのパイピングが同じ素材でしたね、やっぱりね。はい。で、去年の夏購入した私、ピンクの朝の入っているコットン、やっぱりコットンリネンジャケットがあるんですけれども、それね、ちょっと今ね、倉庫に預けてて、手元にないので、比べられないんですが、確かね、ここのところ、
あの背のところにも確か去年は、入ってたような気がします。はい、でね、まずレビューでもお伝えしましたけど、7990円にもかかわらず本セッパでちゃんとこれがね開くっていうのが素晴らしいし、琴美江さんも本セッパで開くんですけど、琴美江さんに関してはこの、裏地がなかったんですね。で、裏地がなかったんですけれども、まあ朝の張り感でなくてももう一枚仕立てっていうので琴美江さんのもすごい素敵でした。がこちらもめちゃくちゃ良かったです。で、前にもお話ししたようにちょっとね、イネスさんはジャケットが不安定だなと思う時があったんだけれども、もう本当にこれはね綺麗なジャケットです。去年のところピンクのジャケットから感じてました。ポケットの仕様がこのように、はい、カジュアルな感じではあります。はい、カジュアルな感じではありますけれども、決してそんなにポケットが悪目立ちするわけではないので、問題なく、きちんとしたジャケットとして、大きい、あとお召しいただけると思います。そしてね、こちらのパンツ、はい、こちらのパンツ4990円のこのパンツなんですけれど、これね同じく、質問をいただいてたんですよ。はい、ちづこさん、今日、オンラインで購入されたということでおめでとうございます。質問があったんですね。158センチで49キロなんですけれども、ウエスト61センチ、64センチ、どっち購入するのがいいですかっていうふうに質問いただいたんです。で、私が購入したのは64センチ、ヒップ91センチっていうものを購入したんですけれども、丈はね、これ十分だったんですが、もしかしてもう一つサイズ上げた方がいいかなと思って、2本履き比べしたんですね。67センチ、ウエストの67センチの方。そしたら、全体的に、この、足のね、もものところの渡り、よいしょ、渡りってここのことを言うんですけど、もものこの部分渡りって言うんですけど、ここも全体的に広くなって、腰回りも広くなって、ズドンとした感じになってしまったので、ちょっとピチッとしてるっていうか、ジャストサイズだなっていうものを購入された方がいいと思います。なんでかっていうと、すごく綺麗なパンツなので、お尻のラインとかも、自分に合ってるものの方がより、綺麗に、ラインが見えますし、ものすごくね、これ綺麗なパンツなので、もしね、パンツだけ買うのどうしようかなと迷ってらっしゃる方、もしくはこうやってジャケットと合わせたい方、パンツと一緒にね購入されるのをおすすめします。なんだってね、4990円でしょ。でこのジャケットも7990円、これはね結構長く着れるいいジャケット、まあ、セットアップだと思います。はい、でグレーですよね。はい、グレー、ブルーグレーでしたっけ、ライトグレーでしたっけ。はい、ライトグレーを考えているんですが、着こなしは難しいでしょうかということで、私はこの上下に先ほどのこちらの、リブのセーターを合わせるっていう着こなしをしたりとか、もう普通に白 T でもいいし、あとは、まあ、これだとちょっとイメージが違うと思うんだけれども、フリルダンガリーフリルシャツを合わせるっていうのもいいし、まあ、逆にね、リネンが入ってるから本当に紺の T シャツとか普通にランな感じでいいと思います。あとはもうね、暑くなったらタンクトップ的なものをお召しいただくんで十分、もうライトグレーであっても OK だと思いますよ。はい、それから、はい、あゆいさん、紺のコットンジャケットは裏の始末した手に感動しました。これぞイネシ、本当ですよね。はい、こうして拝見させていただいておりますと、ネイビー欲しくなっちゃいます。そうですよね。ネイビーの色もすごくいいです。基本的にヨーロッパのデザイナーさんとか、ヨーロッパの方がお洋服を作られると、目の色にもね、よるんですけれども、色をね、やっぱり青い目の人と、黒い目の人、まあ、茶の人もそうなんですけど、色彩の感覚が多少違うんですよね。で、プラス、自分たちが割とね、ブルベースさんが多いんですよ。ヨーロッパ系の方って。で、そうすると、例えば髪の毛でもね、金髪でも、ちょっと青みの金髪なんですね。で、そうすると、やっぱり色出しも全体的にブルベのものが多いんですよ。で、こちらもまあまあブルベ、紺ネイビーなんでね、かといって、決してブルベさんじゃない人が似合わないっていうわけではなくって、
いい感じでね、この朝が入っていることとコットンも入っているということで、少しだけね、白みがかってるっていうところもあるので、割とどなたでもお召しになって似合うんじゃないかなというふうに思います。ただし、さっきの、ライトグレーに関しては、私みたいにね、ウィンターが入っているような人とか、濃い色じゃないとっていう人は、ちょっとね、弱い印象になってしまうので、爽やか、私本当はね、爽やかな感じのブルーもいいなと思ってたんですけれども、はい、そういう理由でネイビーにしました。はい、リブポロカーディガンのサイズ選びで気をつけることは何でしょうか。はい、ケイコさん。私はこれ L サイズにしました。で、ちょっと大きめの方がいいと思います。なんでかっていうと、しっかり伸びるし、しっかりしてる素材なんですが、ちょっとね、ウエストを中に入れたりとかすると、ボコっていうような、なんていうの？こう、ボコってこういうラインが出るんですね。ボコってラインが出るのが、お肉なのっていうふうにちょっとだけね、勘違いされる可能性がちょっとあるっていうふうに昨日着てて思いました。もちろん前を開いて着てしまえば全然問題ないんですけれど、トップスとして着る場合、ちょっと大きめの方がいいのかな。下着のラインのと肉がちょっとはみ出てるような、そんな感じの雰囲気に見えました。はい。というわけでね、結構、すごい長い時間話してること、今気づきました。ごめんなさい。はい。そろそろ終わんなきゃいけないですよね。はい。で、話がね、ちょっと戻りまして、158センチの49キロの方、61センチと64センチのウエストだったらパンツどっちがいいっていうことで、61センチをおすすめして61センチを購入されたようなので、ご自身のジャストサイズをパンツを選んでください。はい。そんな感じで、ベルトもね、はい、ご紹介します。はい、オフホワイトじゃなくて白ね。これもグレッシュな白です。そして反対側がタンカラー、ちょっとオレンジがかった、オレンジがかったベージュです。はい、こんな感じで、来ましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、カメラマンさんと2人で、まあ、40分ぐらいやりましょうね。なんですけど、ほぼ1時間近くになってしまいました。そろそろ皆さん、お昼の用意をしたりとか、はい、ブランチの用意をしたりとかされると思うので、そろそろね、はい、イネスちゃんの、こちらも来ておりますけれど、はい、もうね、終わるのが寂しいです。本当にこのライブずっと続けたいぐらい、イネスラブの私としては、あ、すごい。777名。すごい。ゾロ目大好きな私としては嬉しいです。はい。ちこばばさん。はい。ちずこさんです。あ、ちずこさん、ちこばばさんだったんですね。はい。先生、ありがとうございました。安心してお知りました。よかったです。はい。なおさん、ネイビーもグレーもどちらも欲しくなりました。はい。嬉しい。オーリーさんでよかったんですよね。はい。先生のライブ配信は楽しい時間。嬉しいわ。はい、イネスの着回しコーデの動画を投稿される予定、はい、昨日撮ってますので、基本このあたりをメインでプラスアルファを入れてます。でね、ネイビーのジャケット買いました。素晴らしい。シアサッカーロングシャツはどうでした？はい、シアサッカーロングシャツもすごい良かったです。すごい良かったんですが、私は割とね、丈が長くてストーンとしてるものっていうのは結構持ってて、やっぱりイネスのイメージってこの可愛らしさ、なんかこう女の子を思い出させてくれる、ノスタルジックなこうちょっとこうキュンとするような、可愛さっていうところがあったので、今回はスルーしましたけれども、素敵でした。両方とも良かったですよ。ネイビー私はやっぱり、ついつい自分が似合うので、購入、もし自分が欲しいなと思ってたら購入したと思います。はい。さあ、というわけでね、ちょっとね、さっき一番最初にアトリエヌズさんの話をしました。イガラシとアトリエヌズさんのコラボの商品が本当に売り切れてしまって、皆様が、ありがたいことに応援してくださったので、即日完売というものもありましたが、おかげさまで、再販が決まりましたので、ぜひね、ご覧いただけたら嬉しく思います。ちなみにね、はい、こちらの、チュールの、カーディガン、はい、この2つも2つとも完売なんですけれども、はい、いい感じに合わせられると思いますし、イネスともね、それから私がねやったのがこれね、紺とこういう感じのパンツっていうのも素敵だし、なんか自分の宣伝してるみたいですけど、はい、こういう子でも実は、
着用しているコーディネートの、インネスのコーディネートの中でも紹介させていただいてます。はい、そんなこんな感じですが、いかがでしたでしょうか。はい、みこさん、ライブ配信少しでも見れて嬉しいです。今いらっしゃったんですね。あ、ゆゆゆさん、チュールカーディガンとっても着心地よかっただって、ありがとうございます。そうなんですよ。はい、この間ね、似てるデザインをね、他のところでも見つけて、なんとね、3万3000円してたというね、ものを見つけてしまいましたが、はい、これはすごい、私もね、本当に、力を込めて、力を込めてじゃない、心を込めて作ったすごい自信作ですので、本当に、お手元に早く届く日を皆さん楽しみにされてください。はい、そんなこんなで長い時間になりました。1時間になってしまいましたけれども、いかがでしょうか。はい、エラーメッセージです。アトリエヌズさん、案内のご案内、エラーメッセージなんですって。ああ、再販決定に歓喜な拍手ありがとうございます。もう終わっちゃうんです。ごめんなさい。はい、商品デビューですね。はい、じゃあもう一回最後に行きますよ。はい、私が購入したもの、いろいろね、いろいろ、ちょっとこの上にありますけれど、はい。はい、ちょっと置きますね。よいしょ。はい、まず私が購入したものこちらのポロニットカーディガンですね。はい、これはね、素材がすごく張り感もあってしっかりしててすごくいいです。はい、縫製というかこの編み地もすごくいいです。そしてこちらがリブニット、リブ 3D のリブクルーネックセーター。これね、クルーネックですけれども、実際着ると少し後ろに下げて着られるとちょっと、ボートネックっぽい感じのこじゃれた感じになります。そしてこちらの、はい、ピンタックブラウスですね。はい、ピンタックブラウス、これ透け感があります。そしてこちらも同じくピンタックブラウスの、はい、ダンダリーですね。はい、すごく可愛いです。でサイズはちょっと一サイズ下げた方がいいという話をしました。はい、なぜならばこちらのタイプは薄手なんですけれども、はい、こちら張りがあるので肩がちょっと大きく見えるからです。はい、私今までここずっと L サイズを購入してます。はい、そしてこちらのね、ギャザースカートは、このストライプのものを購入しました。87センチとおっしゃってましたね。そうか、 L サイズは187センチで結構長いです。はい、ウエストも割と緩めです。でウエストの調整の紐もついています。そして、こちらの、リネンコットンジャケット、コットンリネンジャケットのネイビーの L サイズを購入しまして、そしてパンツはウエスト61センチのものを、お互い N じゃなくてネイビーを購入しています。そして最後8点目はこちらのベルトです。リバーシブルベルト2990円。これはね、本当にね、この金額でこれが求められるっていうのはすごく買いだと思います。はい、ちょっとよだれが。はい、以上を、はい、8点購入したレビューをお伝えいたしました。はい、ありがとうございました。本当にね、1日遅れではございますが、もうね、777名、800名近い方が集まってくださったことを本当に心から感謝いたしております。そしてね、皆さんにお伝えしました、LINE 公式アカウントとかにもお伝えしましたけれども、はい、来たる4月9日火曜日、はい、NHK の朝市、はい、8時15分から9時55分かな、はい、五十嵐出演します。出演って言っても生出演じゃないんですけれども、はい、もうすでに録画しまして、4月9日の放映を待つばかりです。ぜひね、年度始めの忙しい時ではありますが、ご覧いただけたら嬉しいです。いろいろなね、着回しなどをお伝えしたりとか、いろんな、皆様のためになるようなことをお伝えできたらと思っておりますので、お伝えできたらと、じゃなくてお伝えしてると思いますので、楽しみにご覧いただけたら嬉しいです。はい、それでは行きますよ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは行きますよ。またね、いろいろ、着画の、動画をね、上げますので、その時にもぜひコメントください。よろしくお願いします。さあ、行きますよ。最後、締めます。3、はい。試着室はマジックボックス。スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録、ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。